んにちは。よろしくお願いします。やっと出てくれたね。やっと出たくはないですよ。いや、なんで。それもこの携帯のまあちょっと今日は申し訳ないんだけど、うろうろして初めてですよ、携帯のこんなんで撮らされた。ホントにでもね、これはカメラの機能はいいカメラだ。いいけどね、撮らないよ。いや、まあ確かにな、それはね、俺もうドンキ行って買っていこうかなと思ったの。せめてデジカメ。いや、普通デジカメでやってるんだけど、いや、それ普通の時間がなかった。デジカメでも怒るんだ。まあそうだよな。まず聞きたいのは、費用がいろいろしたじゃん。で、まず最初に手を差し伸べたのはカズだったよ。それはやっぱ友達ということ。まあそう、まあそれが一番ですよね。友達だったらやらないでしょ。いや、もちろんそうだけど、でもいろんなところに手を差し伸べるじゃないね。でもまあ最初でもやっぱりこうちょっと勇気がいったのかなっていう。いや、全然それないですよ。それはなかった。いや、俺が見てて、あ、そう。いや、俺は見ててすごく勇気がある行動を取ったなっていうふうに思うんだけど。まあ別に僕優等生じゃないから。うん、それは分かってる。イメージで言ってないし。まあ昔からね。昔から。まあなんせ大魔人だからね。そうです。まあ助けないとね、人をね。なるほどね。まあでもああやって復帰の報道とかあるとやっぱ嬉しいでしょ。そうですね。まあこの間も飯食ったんですけど、まあ全然明るくなったっていうか、野球に対してなんかそれまでずっと遠ざけた部分があったんですよ。野球はもう悪い、野球に対して悪いっていうのがあって、それがだんだんこう近づいてきたんで、まあ良かったなと思います。まあやっぱりこう何かの形で早くこう復帰してほしいよね。そうですね。でも徐々に今やってるんで。うん、いいことだなと思います。なるほどね。やっぱ感じも全然変わってきた。ああ、全然違います。明るくなりましたね。本当。はい。ああ、それは良かったわ。まあそれと今年メジャーリーガーがまた誕生するじゃない。ああ、はいはい。まあ例えば山口俊、秋山、菊池、あともう一人。あ、筒をね。どう思ってる？まず山口から。俊はね、ちょっとびっくりしましたけど。おって思いましたけど、もうさ、やっぱりレベルを知ってるじゃない。大丈夫かなっていう。今低いっしょ。あ、低くなった。メジャー自体が。だってステレオ売ってないもん。まあ確かにね。昔はやっぱ全盛の時だったよな。だから俺はうわすごいっていうの。あの時代にホームランの70本80本の時にノーヒットなら2回やってるわけですから。だからノムはすごいってことは言います。やっぱそういうことでパワーも落ちてるし、レベルも落ちてるっていうことは。まあだから野球が変わってますよね。野球自体が前は本当にパワーでやった時代ですけど、今はだいぶ細かくなりましたよね。あ、そう。なんかだからいろんな守備位置のこともそうだし、だからうちの知り合いが言ったのは、もうなんかコンピューターが野球やってるみたいで面白くない、人間味がないって言ってました。まあね。アメリカの野球が。だからまあ例えばそのまあシュンなんかフォークとか持ってるじゃない。じゃあもう通用するという。落ちるぐらいあれば通用しますよね。なるほどね。じゃあバッターはどうなの？バッター3人いくじゃない。僕はやっぱり筒香は面白いと思いますよ。ホームラン捨てればね。いや、捨てれば、あいつ率を稼ぐ。率は絶対残ります。あいつは残るよね。ホームランだけ捨てたらね。まあ捨てるって言い方はダメなんだけど、まああいつ広角には打てるじゃないですか。どっちにも。松井ってやっぱり引っ張りだったじゃないですか。筒香の場合は両サイド打てますよね。プラスバットコントロールいいですよね。だから僕は筒香は面白いなと思います。大谷ほどのパワーはないかもわからないけども、率は残ってくるという。そうですね。でも球が速いし動くじゃない。まあそうですね。それは大丈夫かな。それは面慣れれば大丈夫。なるほどね。あと菊池は。優勢ですか。いやいや。あ、菊池。あ、広島の。ね。内野手で行くっていうところが。僕もわかんない。彼わかんないですね。いや、守備はすごいと思うんですよ。はい。バッティングで。どうですか。僕専門じゃないから分からないけど、まあちょっとパワー的には不足してるし、まあ日本でもそんなに高い高打率を残してるわけじゃないからあれだけど、まあ例えばメジャーの野球って最強2番とかいう中で、ああいう小技とかいる選手っていうのはいらない。あんまないっすね。ないんだ。バントもしないし、やってエンドラン、スクイズのサインでバッターにエンドランもさ、あれだけほとんどやらないです。速いボールだとなかなか難しいよね。でコントロール悪いしね。コントロール悪い。コントロール悪いじゃないですか。じゃあ結構守備ではいけるけど、守備はもう守備は一流だと思います。はい。だけどバッティングの方では苦労。まあだからバッティングでは苦労。日本でねバンバン打ってた選手じゃないですから。まあちょっと多少苦労するんですかね。秋山。秋山ね、面白いどうでしょう。面白いと思いますけどね。だから日本のバッターでやっぱホームランバッターよりは率のバッターの方がやっぱいいなっていう、当てることうまいかったらいいなと思いますけど。まあ守備はいいじゃないですか。守備はいいよね。大の守備で足も。ただやっぱり肩という面ではさ、ちょっと向こうの選手から比べると、まあちょっと落ちる部分があるよね。広いですからね。やっぱメジャーって何が大切？一番大切にまあカズランがしたことはどっち？野球の方で。どっち？どっちってやばい。どっちがどうした？両方聞きたい。両方聞きたい。野球から。野球から。まあでもやっぱり選手と仲良くすることが一番じゃないですか。楽しむこと。やっぱねそこ悩みますよ。あれだよね。向こうから助っ人が逆に来たときに。日本語覚えたりだとか、そういうのが大切。逆に大体そういう日本語を一生懸命覚える選手って溶け込んでやるじゃないですか。だからちょっとプライド持ってる外国人ってやっぱり馴染まないですぐダメじゃないですか。それと一緒だと思います。生活はですね、やっぱり楽なとこがいいですよね。だから日本人コミュニティがあって、やっぱり僕行く時選んだのはやっぱりそういうコミュニティがあるとこ、シアトルやっぱ住みやすかったですから。やっぱり全然知らないところね、デトロイトとか行ったら本当にね、夜歩けないですよ。ああ、そう。ああ、怖いです。ああ、そう。でも宿舎とかも離れてますもん、球場が。30分、40分かかるところにいるのが、ダウンタウン危ないから。怖い。怖いです、怖いです。江川先生、金負けられるんですから。昼まで。昼まで負けられてました。ダウンタウンで。でもメジャーの雰囲気って。俺一回アリゾナに取材に行った時に、なんかみんなでバーに行って飲んだりだとか。僕は選手とすごいそういうところによく行ってました。好きだもんね。大好きです。なんかこう向こうで得た趣味ってなんかやっぱりさ、言葉もまあそんなに喋れないわけじゃない。生活の時にこう大事にしてたことってでもほとんど時間ないですからね。あ、いや、やっぱない。毎日試合だから。月に、そうですね、月に1回、2回あるとかあったかな、そのぐらいですからね。で地元でそれは地元で休みっていうのもほとんどなかったんで、移動があったりとか。だからほとんどないですね。ほとんどない。ないです。時差あるし。だからそこに慣れるのがまずすごい時間かかったですね。やっぱり。最初の1年目は。はい。ナイーブな選手とか精神面がちょっと弱い選手ダメですね。僕ぐらい適当な方ですね。いやでもさ、俺そういう面ではさ、旬のこと知ってるから、ちょっとね、ちょっとこう優しいじゃない。優しい。だから彼がこう自分から入っていけばいいと思いますよ。自分からこう選手に入っていくっていう感じで、これは日本から来たいどうなって言われるようだとそうさんくらいますから。はい。パスなんだわ、人懐っこいから、意外とね、酒の席が付き合うしね。いや、メジャーの選手ってそんなにこう、生活の飲んだりとかいろいろあるしますよ、遠征行けば。あ、そうなんだ。地元帰ったらやっぱり家族サービスなんで、あれですけど、もう向こう遠征行ったら結構、はい、行きますよ、バカは。そうなんだ。はい。じゃあ、その4人にアドバイスすることは、まず、コミュニケーション。まあ、選手とどう仲良くなることと、あとはやっぱり本当に、選ぶチームだと思います。行くチームを考えた方がいいと思います。彼女はどこだったの？何チームあったの？選べるとしたら。6チーム。6チーム。はい。でシアトルに選んだ理由はそこだけど。もうそうです。はい。他のところで候補っていうのはあった？いや、Dバックスと最後シアトルで今ないんですから。アリゾナもいいよね。アリゾナいいです。ただ暑いです。でも室内じゃない。でもゴルフ好きです。夏ゴルフできないです。暑すぎて。焼けますよ。あ、そう。焦げちゃいます。でもやったりやりましたね。メジャーの選手ってそれはフリーなの？全然いいです、全然いいです。投げた時です。もう野球だけしっかりやればいいという。はい。で、あと契約書の中に入ってますから。このスポーツで怪我したら契約がダメになるよとかっていう全部紙の中に全部入ってます。それはゴルフはない？ゴルフは抜いてましたから、このスポーツしますかどうしますかっていう。まさか僕がクリケットやるわけないじゃないですか。クリケット入れといていいやとか。はい。あれはすごい契約なんですね。全部スポーツ入ってます。だから自分のやる、だから例えばサーフィンやんないけど、あ、サーフィンやるかもしれないんだったらサーフィン抜けばいいし。あ、そういう契約なんだ。はいはいはい。じゃあ釣りは抜いた？釣り抜きます。あとジェットスキーとボートも抜きましたし。やる可能性があるやつは全部抜きました。でもこのぐらいの厚さになるんだよな。で、ホテルは、いや、ホテルはちゃんとまあいい部屋ってなってましたけど、だからそのスイートとか、まあ、スイートまでいかないですけど、ちゃんとした部屋それも契約の中で、食事の契約もあるんです？食事はないです。あと車とか、あとハウジング手当とか、あとはその家族の行き来の飛行機代とか、結構ね、今みんな日本で行ってる選手の叩きって僕でしたね。うちの代理人が例えば大好きの時にしてもなんか教えたって言ってました。こと細かにこういうの入れた方がいいよっていうやつ。じゃあものすごい量の契約はあるんだ。だからそのスポーツだけの欄だけで1ページちょっとありましたからね。こんだけスポーツあるんかいみたいな。はい。